アイドンフィックスです。今回は2008年から2009年の間に3回販売されたセットって言っていいんですかね。昔販売されていた富型ウ人形セットに近いものですね。まあ第1弾から第3弾まで販売されたんですけども、今回第1弾のものはありますけども、第3弾のものはないんですね。で、第2弾は半分しかないという。まあね、開けていきたいと思います。まずは第1弾として販売されたパトロールカーですね。こちら見ていきたいと思います。まあこちらはゼロクラのパトカー。 これにおまわりさんがついてくるんですねまあ裏にはですね他3台のラインナップも書かれていて他には F1 カータイプアルソック機動車サファリカーこれがあるみたいですねサファリカーは三菱パジェロがベースでアルソックの機動車はトヨタカローラアクシオがベースですでこの F1 カータイプは実はフェラーリの F1 がベースなんですねこれではね開けていきたいと思いますうまくね剥がればいいんだけどあ開きそうですね ちょっとブリスターが古いんでそのままいきそうですね。そのまま開けましたね。で、まあこのようにトミカ・プラキッズとね、狙うはトップだ。動物のパトロンでかけるぞ。住まいの足は任せろ。みんなの笑顔は私たちの手にと書かれたね、こう、ミニカタログがついてますね。でこちらのパトカーは、トヨタ180系クラウンをベースにした通称ゼロクラパトカーですね。通常品にはこの、 ポリスの表記がないものが入ってましたね。で、このポリスといった表記はですね、警視庁で2007年から始まった表記です。神奈川県警はその警視庁のポリスが入った後に、KP というロゴが入ったやつをね、独自で入れてますね。まあ今では全国的にもポリス表記って入ってますよね。警視庁のこのエンブレム、これ警察手帳のエンブレムをモデルにしてるんですけどもね、単位はこのような、交通機動隊というかね、交通課の単位さんみたいな格好ですよね。なかなかかっこいいですよね。 ちゃんとヘルメットもこう、黄色のこう、なんかなってますよね。後ろこんな感じですね。後ろは普通ですねで。ヘルメットもこういうハンキャップのものですね。結構なんか使えそうですね、これは。はい。こちらが通常品ですね。フロントはそんな大した差はないかなという感じですね。ライトパーツがメッキとなっていて、グリル内には全面赤色灯が再現されてますね。で、サイドはこんな感じです。警視庁ポリスの表記が入ってますね。で、ドア開閉のアクションがついてます。 で、サスペンションのアクション。やっぱこう、ポリスの表記入ってるだけで違いますよね。すごいかっこいいですね。リアはこんな感じですね。まあ、ポリスの表記がここに入ってまして、トランクリッドには警視庁の表記。対空表記として110。こちらにはね、ポリスの表記はもちろん、対空表記も入ってません。テールランプはクリアパーツとなってますね。まあ、対空表記110っていうのはなんかちょっといつも思うんですけど、違和感がありますね。まあ、あるだけかっこいいですけども。 反対側はこんな風になってますね。警視庁ポリスの表記。こちらにもあります。裏はね、こんな風になってます。この辺は普通ですね。実際に警視庁で配備されている車両の画像はこちらですね。最近ですと、秋田県や富山県、こういった警視庁タイプのポリス表記を入れてますね。静岡県警や愛知県警では、独自のポリス表記。というか、まあ、エンブレムのついてない A 表記でポリスとあるだけのやつですね。これが入ってます。 まあこのポリス表記が入った理由として、まあ外国人の方にもパトカーと分からせるためという感じですね。赤色灯はこのようなブーメランタイプのものですね。まあゼロクラリバータイプは似合わないかなという気がします。まあただしゼロクラでも例外として、レーダーパトカー、これはバータイプのものですね。続いて第2弾のファミリーカーですね。こちらは107番、トヨタボクシーのカラーバリエーションですね。裏見ていきましょう。裏他にね、レースカー、高所放水車っていうのがあるみたいですね。 ではね、開けていきたいと思います。これも、開くかなあ、開きました。で、こちらにもね、ミニカタログが付属しますね。ま、あ、いろいろ書いてありますけどもね。俺と勝負だとかね。安全運転で走ろう。高いところの召喚任せて。今日はここでキャンプだとありますね。で、裏にはね、警察署とか消防署、病院、ガソスタとね、 いろんなトミカタウンがありますね。で、フィギュアは T 君が付属しますね。通称 T クソですね。で、まあ、このようにね、腕がこう両腕連動してますね。トミカタウンというかトミカワールドですかね。大きな交差点というトミカワールド。こちらには T 君が付属するんですけども、こちらは横断歩道を渡るときに片手を上げるという動作をするため、両腕が連動してないタイプのプラキッズが付属しました。これは残念ながら両腕ですね。で、ろこんな風になってますね。 そしてボクシーはこれですね。まあファミリーカーといえばファミリーカーですけども、まあ別にミニバンでもよかったんじゃないのという気もしますね。で、このようにスライドドア開閉のアクションがついてます。で、反対側もスライドドア開閉アクションがついてますね。両側スライドのやつです。で、フロントはこんな風になってますね。ちゃんとネッツのあのロゴ、これも再現されてますね。まあ、通常品と違ってこう白っていうのがまたかっこいいですよね。で、サイドはこんな風になってます。先ほど言った通りね、スライドドアの開閉のアクションがついてますね。 なかなかかっこいいですね。リアはこんな感じですね。テイランプとこの反射板だったかな。これがちゃんと再現されてますね。で、ボクシー土俵キーとトヨタのエンブレムはタン方印刷で再現されてます。たぶ窓のパーツがここまでなんですよね。で、ここは窓いらない。そしてここはまあ塗装。これもだから塗装ですね。で、こちらもスライドドアが開閉しますね。やっぱこのスライドドア両方開くっていうのはなんかいいですよね。裏はこんな風になってますね。トヨタボクシーとあります。まあこれ。 プラスチックのこの部分ですけども、シャーシはノアと共通じゃないかと思います。このトミカプラキッズは唯一、タープ、これですね。タープテントが付属しますね。で、このようにスライドを開けて、こうやって遊ぶんですかね。ここに引っ掛けて遊べるという画期的なものですね。このタープテントは、ツーリングコレクションというギフトセットで、トヨタ3代目エスティマに付ける部品でした。まあ、このタープテントよくできてますよね。この部分をこのサイドスライドのこの部分に引っ掛けるという、 結構よくできてますよね。実際ボクシーにこういうタープテントっていうのはオプションとかで設定されてたりするんですよね。まあこのようにね、T 君も付属して、タープテントこれも付属するっていうんら結構安い気がしますね。非常にタープテントつけた状態後ろから見るとこんな感じですね。ちょっと浮いちゃいますね。まあなんか色々重宝しそうですよね、これ。何気にトミカワールドで T 君が付属するものって少ないんですよね。プラレールのてっちゃんは踏切付属かなんかで、 今でも買えると思うんですけども、t 君は買えないんですよね。一応トメカのイメージキャラクター的なものなのにね、買えないんですね。そして最後ですね、v35 型スカイラインをベースにした覆面パトロールカーですね。まあ、先ほどのカタログを見るとね、安全運転で走ろうって書いてあってね、隊員もどちらかというと交通機動隊の隊員みたいな格好をしてますよね。後期の隊員なんですかね。ちょっとよくわかんないですけどね、開けていきたいと思います。こちらは割とガッシリとしてますね。 あ、でも開けました。はい、こちらですね。まあ、ちゃんと黄色の反射ベストをつけてますね、この人は。で、隣の人はなんとなく高速隊とか白バイ隊とかそんな感じの格好をしてますよね。で、ヘルメットは両方とも同じものですからね。残念ながら後ろには反射ベストをついてませんね。せっかく前に反射ベストをつけてるんだから後ろにもやってほしかったですね。残念です。 トミカでは赤色灯2個の瀬、覆面パトロールカーといっても、どちらかというと、捜査用覆面パトロールカーのような見た目をしてますね。まあ、有名なのですと、神奈川県警察の機動捜査隊ですかね。2個の瀬イコール神奈川基礎みたいなイメージがありますね。V35 スカイラインを交通覆面として採用している県もあるみたいですね。まあもちろんそちらは反転式の赤色灯。では見ていきたいと思います。まずフロントですね。スカイラインと担ン印刷で、こうナンバーのとかにありますね。 で、ライトパーツはメッキパーツとなってますね。でサイドはこんな感じですね。まあ、このようにドア開閉のアクションがついてますね。車内はこんな感じです。サスペンションアクションもついてます。リアはこんな感じですね。ここにもね、スカイラインの表記が入ってて、テーランプは赤く塗られてますね。反対側ですね。こちらもね、ドア開閉のアクションがついてますね。車内はこんな感じです。まあ、ちょっとなんかここが 黒く塗られてるのがいいですよね。ちょっとはみ出てますけど。まあこれぐらいいいでしょう。で、裏はこんな感じですね。まあこのシルバーのスカイラインというとね、踊る大捜査線のセットに入ってきた V35 スカイラインもこんな感じのシルバーでしたね。ただ踊る大捜査線の方はワイドタイヤを履いてますね。まあなんか個人的にはこの V35 型のスカイラインって トトミカカではやたら覆面パトカーとししてて登場してますね今回のトミカプラキッズ、それから先ほど言った踊る大捜査線のセット、それからイオン特注で出た操作用覆面パトロールカー、これ黒色の V3 号でしたね。であと、緊急車両24時的なセット、これにも紺色の3号スカイラインがありましたね。で、トミカについてきたおまりさんはこういう交通機動隊タイプなんでね、ちょっと違和感がありますよね。どうせ機動操作隊だったら、なんか、あの後ろにポリスって書いてあるジャケットを羽織ったおまりさん、まあ、刑事ですね。 あれを付けて欲しかったですね。まあ、子供から見て分かりにくいっていうのもあると思うんですけどもね。はい。というわけで今回はね、トミカプラキッズというセットを紹介させていただきました。まあ、先ほど言った通り、第1弾は F1 カータイプ、パトロールカー、アルソック機動車、サファリカー。そして第2弾は、レースカー、復面パトロールカー、ファミリーカー、高所放水車の4台。レースカーは NSX-R をベースにした架空仕様で、高所放水車は、ニ産ンディーゼル、 AZ 型はしご車をベースに上の部分を屈折砲にしたものこれもおそらく架空ですねで今回紹介していない第3弾なんですけども1番が輸送ヘリコプターこのヘリコプターはトミカハイパーレスキューの5番だったかなそのヘリコプターを流用したものですね作業員のフィギュアが付属しますで2番は小松アーティキュレートダンプ、えー、緑色のダンプカーで作業員が付属します で、3番が、スバルサンバー移動ペット車で、これはパン屋をベースに、白いワンちゃんがついてきます。このワンちゃんは、ハイパーブルーポリスの犬と同じ金型ですね。で、4番は、トヨタハイメディック救急車で、消防本部と書かれた仕様で、救急単位が付属します。1段と2段ではなかったナンバリング、1から4の数字がついてたんですけども、まあ結局第3弾で終わってしまいましたね。というか、第1段、第2段に比べると、フィギュアというか、トミカ自体に魅力がちょっと、感じられませんよね。 まあ今、タカラトミアーツからトミカ標識セットっていうのが出てるんで、まあそんな感じでこうやってプラキッズがもう少し増えるといいですよね。ヤフオクでやたら高く売ってるんですよね。まあそんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。